ブンウムナチャンパーサックは、ラオスの王族、政治家。旧チャンパーサック王家の末裔で、ラオス内戦期における、新米右派勢力の代表格。ラオス王国首相を二度務めた。殿下の称号を持つ。1911年、フランス支配下のチャンパーサックにおいて、最後のチャンパーサック王、ブアルパーン・ラーチャナ大殿下の、第三王子として生まれる。教育は、サイゴンで受け。 やがて、ラオスで、行政管理を務める。日本占領下の1945年、抗日運動に参加。同年11月、ラーチャナ大の死去により、チャンパーサック家の党首となる。日本の降伏後、フランスに抵抗する、ラーオイサラ勢力と、フランスに協力的な国王派に分裂していたが、ブンウムは、ラオス南部において、フランスの復帰を支援した。しかし、 1946年8月27日のラオスフランス協定により、ルアンパバーゴを君主とするラオス王国の建設が認められると、ブンウムはチャンパーサック王位の継承権を放棄させられた。その代わりとして、ラオス王国の終身王国総監の地位が与えられる。1947年、国王評議会議長に就任。1948年3月25日、 首相に就任した。1949年7月のフランスラオス協定によりフランス連合内でのラオスの独立が認められ、御社により元ラオイサラのメンバーが帰国すると、1950年2月2日、国民統合という大義名分のために退陣した。1959年12月末、軍部派のプーミのサワン将軍が軍事クーデターを起こし、 プーイサナニコン政府を辞職に追いやると、ブングムはこれに反発する。結果として、軍部独裁を阻止し、1960年1月のコアバイ暫定政府の樹立を助けた。しかし、同年8月9日に、中立派の婚礼隊員が、クーデターで、ウーハ・ソムサニット政権を倒し、中立派、スワナ・プーマ政権を成立させると、ブングムは、ノサワン将軍に擁立される。 9月10日に反クーデター委員会をサワンナ系トに組織し、プーマ政権に対抗する。同年11月、ノサワン軍が中立派政府軍に対して攻撃を開始し、首都ビエンチャンに迫ると12月9日にプーマ首相はプノンペンに亡命。12月12日、ウン・ウムは国王により再び首相に任命され、同政権は西側諸国により承認された。 12月16日、ウハ軍はビエンチャンを奪取し、翌1961年1月4日に、王国議会が招集され、ブンウム政府が正式に承認された。しかし、プーマが首相辞任を拒否し、2月にジャール平原の関解でコン、霊軍と合流して抵抗したため、内戦は継続した。ブームの未完の屋敷1961年5月に、ウハ、中立派、 左派の三派間で停戦が合意されると、イコーブ分ムは、右派の代表として、中立派のプーマと左派のスパーヌーンと共に、三殿下会談を重ねる。1962年1月、ジュネーブ会談において、基本的な合意に達し,し、同年6月のジャール平原会談で三派、連合政権に関する協定を結ぶ。そして六月十三日、国王に内閣の辞表を提出し、 首相を正式に辞任した。同日、プーマを主犯とする、第二次連合政府が成立するが、ブームは入閣せず、政界から引退した。1974年、サハパテートラーオの勢力拡大により、ラオスを出国する。その後1年間はタイに在住した。王政が廃止され、人民共和国が樹立される。直前の1975年9月4日、 欠席裁判により死刑宣告を受ける。1976年にフランス・パリに移住。1980年3月17日、パリ郊外のブローニュイコールビアンクールの病院で死去した。6人の男子と3人の女子を設けた。1980年にブームが亡くなると、長男の毛をチャンフォーンセイクなチャンパスックがチャンパーサック家の当主を継いだ。山田。 第4節要語青年月日を11月11日と、する記述もある。h t t p w w w r o y a l a r k n e t スラッシュラオススラッシュ c h a m p s a h t m スチュアートフォックス97ページ上等105ページ山田第3節関連資料就任日を 1949年3月21日とする記述もある。山田第4節用語スチュアートホックス119ページ。山田第3節関連資料退任日を2月28日とする記述もある。山田第4節用語スチュアートホックス170ページ。木村81ページ。青山117-118ページ。水本 48から49ページ。山田、第3節関連資料山田、第1節ラオス内戦士年表水本は、ビエンチャンダッシュを1961年1月17日、とし、その後で信任されたと記している。水五51ページ。山田、第1節ラオス内戦士年表を木村、106ページ、スチュアート・フォックスは、辞任日を、 1962年8月としている、スチュアート・フォックス189ページ、スチュアート・フォックス189ページ、文具無殿下、普通で死去。 朝日新聞1980年3月22日夕刊 http://www.royalark.net コロンススララッッシシュュスラッシュラオススラッシュ CHAMPSA2.htm ありがとうございます。